自然豊かな北信濃、千曲川のほとり、善光寺平には多くのアートスポットが広がっています。善光寺平に点在する美術館、博物館15カ所を結んだ善光寺平アートライン。この番組では毎月リレー方式で善光寺平アートラインの美術館、博物館をご紹介していきます。北野美術館、実業家である北野家の美術コレクションを公開。地域文化の振興に寄与しようと、昭和43年に県内初となる私立美術館として開館しました。エントランス横には著名な作庭家、そして日本庭園史の研究家でもある重森三玲が手掛けた日本庭園、日本の自然美、枯山水の庭園が穏やかな時間を演出してくれます。館内には日本画、洋画、彫刻など北野家の所蔵品およそ600点の中から四季折々の作品を厳選して展示。現在は秋の情景展を開催中です。北野美術館の学芸員小林直子です。本日は木村正八が描きました牛肉店帳場という作品についてご案内いたします。この絵のテーマは牛肉店帳場ですが、作者の木村正八自身がこの牛肉店で育ったわけなんです。この作品につきましても階段の下の帳場に座っているのが、正八自身、正八自身の他にも、親族の方が巧みに書き込まれていまして、真ん中で、かすりのエプロンをしたちょっと小粋な中井さんは後に正八の奥さんになった人なんだそうです。この絵は木村正八が大変愛したまだ江戸情緒の香りの色濃く残る東京の雰囲気が大変よく現れた作品となっています。北野美術館ではこうした洋画の作品のほかに日本画、書、工芸品、彫刻など幅広い作品が常時100点前後展示しております。ぜひ皆さんお越しください。お待ちしております。北野美術館では北野家の親子2代にわたって収集されてきた著名な日本画家や海外の巨匠など貴重で珍しい作品に出会うことができます。また駅や観光案内所などで手に入る善光寺平アートラインのパンフレットには共通割引券がついています。ぜひご利用ください。